ヒロモツです。パース巡りお伊勢さん参拝ボリューム1、二見沖玉神社夫婦岩行った気分。まずは大事な駐車場です。二見シーパラダイス側にもありますが、あちらは有料です。反対側のこちらは無料。まあ道はかなり狭いですけどね。ということです。では早速参りましょう。行った気分シリーズ、いつもの通り基本2倍速です。トイレ境内のトイレはこちらだけ。天気が少し残念です。雨降ってないだけいいですけどね。見えてきましたね、夫婦岩。境内には奉納されたカエルがいっぱい。お手水にもカエルがいっぱいいます。あと無事に帰るのカエルでした。海王大和国、海王カエルが、カエルが、天気は悪いですが海は本当に綺麗です。カエルさんが見えん。はい、こちらが二見沖玉神社本殿です。お伊勢さんの玄関口、ここでみそぎをして汚れを落としてからお伊勢さんに向かいます。このしめ縄で体をさすり、汚れを落とします。わ、しめ縄は火の大御神様である日の表し、参拝したこのわ、しめ縄を持ってみよう払い、人前に放手をします。体中をさすってます。はい、汚れと物欲の塊です。こちらに収めます。ご祭神は猿田彦大神、導きの神様です。
相方もさすってます。こちらで御朱印いただけます。はい、こちらが御朱印、御朱印袋、綺麗すぎて買っちゃいました。カエルも可愛いですよね。火の神日の出要拝所、夏至には日の出が拝めます。神使いはカエルですからね。なんかかわいい。またこれ言うと嫁さんに怒られますか。女岩は残念ながら台風で折れて修復されています。しめ縄は年に3回張り替えられています。まあ見ての通りちょっと違和感ありますよね。みそぎ橋、向こうに見えるのが二見シーパラダイス。キャッチボールできるイルカがいますよ。残念ながらこの日はお休みでした。好きな水族館なんですかね。残念。またお土産屋さんが復活するのかな。なんか工事してます。私まだ友人様だった気がしたんだけど、友人様だった気がしたんだけど、うん、お宝ね、うん、お土産屋さんか。おやすみやね。おやすみやね。またた。またた。こちらで竜宮社の朱印いただけます。最新は渡積大御神、孫をことなき海の神様です。わかめやと、海の神様らしく龍神様がいます。
つまり津波の被害から立ち直るとともに龍神様を勧請した。問題は1792年に来た津波って南海トラフ地震は宝永地震で1707年です。特に地震の記録は見当たりませんでした。つまり海外の地震で津波が来たってことかな。それはさておき、お参りしましょう。津波からお守りください。あったあったあった。あるはずよ。実際ここに勧請してから津波は来てないそうです。それはさておき、竜宮社って名前いいですよね。帰りの狛犬も見た？帰りの狛犬も見た？海が綺麗だ。さて、次です。戻ります、閉めろ。入り方ばっかだ。一日半年に帰った。木曜日か水曜日か。こちらで無垢塩草をいただけます。汚れを落としてくれるアマモです。身につけているかお風呂に入れるといいそうです。アマト岩戸神社、祭神は受けの御霊大御神、お稲荷さんの神様です。中にいて神秘的ですよ。まさに天の岩戸って感じ。右にいるのは天の娘ですね。サルトヒコの奥さんです。天の岩戸の前で裸踊りした女神さんです。腹減ってきた。絶対エビフリアが食べたい。絶対エビフリアが早く食べたい。動画だから白い白い。
入れてみる。いや、なんかすごいおしゃれなやつゲットしたな。あ、そこだ。おしゃれなやつゲットしたで。ねえ。そうやろ、内部さんとリコーさんってさ、ちょっとシンプルなやつ多いかなと思って。難しいプレー。うん、だからここで。いいよね。戻ってまいりました。さすがに満月は買う気ならなかったな。綺麗だったけど。いや、そうやね。なんか変な話さ。太陽が男の人で、月が女の人って例えられることって結構多いじゃん。まあ。こちらが駐車場。止められる台数は少ないですが無料です。ちなみにここがいっぱいだった場合、左手にある大きな駐車場有料に止めることも可能です。本当に綺麗な海。もしかしたら猿田彦が案内して上陸した場所かも。以上、パースフェンウェリーオイスさん参拝ボリューム1、二見越玉神社夫婦岩でした。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ヒロムスです。